オーディムはコンピュータネットワークの高波長多重通信で使用される装置の一つでシングルモード光ファイバー内の光信号に対して特定の波長に応じた分離と混合を行う。高波長多重通信または波長分割多重通信とも呼ばれる光通信ネットワークでは出入り口に相当するノードのオーディムによって高信号を選択的に分離。 混合を行うことで多数の波長の光信号を1本のシングルモード光ファイバーに通している。オーディムの構成図分離、混合を行う波長にあったファイバーブラックグレーティングの両端に光、サーキュレーターがそれぞれついて、オーディムを構成している。本線となるシングルモード光ファイバーの下流側の光、サーキュレーターに FBG の反射特性に対応した。 波長の光信号を入射することで混合が行われる。同様に上流側の光、サーキュレータからは FBG の反射特性に対応した波長の光信号が分離されて取り出される。作家住夫著、ガラスの本日刊工業新聞2004年7月30日発行初版一冊、ISBN4 から526053104。ありがとうございます。